この下水分解した靴底を、うわすごいな。マッケーニス神っていうのは近い雰囲気に仕上がったんじゃないかなと。皆さんこんにちは、愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦です。今回はこちらのオーストラリアのブーツブランド、ブランドストーンの修理を紹介したいと思います。それでは靴底の解体修理のスタートとして、ね、この下水分解してしまった靴底を剥がしてきれいにしていきたいと思います。この下水分解した靴底を解体する時がね、僕一番嫌いで、もう手がもうネチョネチョしちゃうし、工具とかも使ってもこのベタベタになった靴底がひっついちゃってね、後で掃除しなきゃいけないとかね、大変なんですよね。下水分解が起こっちゃうとね、なんかこんな感じでボロボロで手でもちぎれちゃいますよ、これね。新品の時の丈夫な時はね、あのアスファルトとかからも頑丈に守ってくれるような頑丈なソールも、下水分解が起こっちゃうともうこんなボロボロ、手でも今剥がしたようにこういう状態になっちゃうんですよね。手と工具を使って剥がしていきますよ。うわすごいな。おお、こういう感じでかかとの部分も剥がせちゃいます。温めてもないし、シンナーも使ってないし、今工具も使ってないけど、簡単にかかとが剥がれちゃった。このままね履いてるとね、路面をぐっちゃぐちゃに汚しちゃうんですよね。だから玄関とか大変なことになっちゃうんですよね、修理せずにこれ履いてると。地道にこそげ落としてって、またこれがね、これボロボロと落ちてるんですけど、これが床に張り付いてね、後で掃除するのもこれまた大変で、だいぶ綺麗になってきたかな。ちょっともう少しね、根気よくこそげを落としていきます。だいぶ粉っぽい感じ、まだ残ってるんですけど、だいぶ除去できたので、最後の仕上げでこういう生ゴム、まあ、消しゴムみたいなものでゴシゴシとやって細かいところまで除去していきます。はい、それでは靴底を剥がしてしまった状態で、これから組み立て工程、新しい靴底を取り付ける工程に入っていきます。この靴の製法が、今までこの動画で紹介してきたのはグッドイヤーウェルト製法っていうものが多かったんですね。グッドイヤーウェルト製法だと、靴底を解体した時もウェルトが取り付けられている状態、ウェルトまでは交換、解体しないんですよね。ウェルトが傷んでる場合はそれもウェルトも取り外しちゃって、新しいウェルトを縫い付けてっていう工程があるんですけど、今回のこちらの靴は、セメンテッド製法っていうね、製法で、この靴の場合はウェルトがもう靴底剥がした時も一緒に剥がれちゃう、こういうウェルトが縫い付けられてないので、もう靴底を交換するたびに、まあ、基本的にウェルト交換しない場合もあるんですけど、ほとんどの場合が新しいウェルトに交換します。でウェルトの種類も、この靴の場合はこのいうゴムのウェルト、今までレッドウィングの修理なんかだと紹介してきたのは革のウェルトがほとんどだ、今回はゴムのウェルトを使って交換修理していきます。交換の仕方は、こういう剥がした状態に、貼っつけていくだけ。セメンテッドということはセメント、接着剤製法ということですから、ウェルトをこういう感じで貼り付けていく。ここの貼り付け面のところが半丸になっていて、ここの靴のカーブに沿うように形状にピュッて押し付けて収まるようになっているので、こういう感じでね、接着剤を使ってウェルトを貼り付けていくと。でこのウェルト自体はそんな強力についてないんだけど、この後靴底を取り付けると、まあ外れにくくなるっていう感じですね。ぐるっと一周ウェルトを取り付けて、最後の部分、はこんな感じで印をつけといて、
切り込みを入れてあげて、継ぎ目がねぴったり合うような感じで、こんな感じで取り付けます。今軽く置いてあるだけですね、ウェルトね。ちょっと浮いてるのが見えるかな、ちょっと隙間が空いて浮いてるような感じがあるので、この後こんな感じでね叩いてあげて圧着していきます。はい、それでは、ここから先にここの側面のところにミッドソールを貼っていきます。今回は3ミリぐらいのラバーの、黒のラバーのミッドソール、底面に接着剤を塗って、ミッドソールのね貼り付け面にも接着剤を塗っていきます。さっきの動画の中では触れてなかったんですけど、一応ここの真ん中の部分、ちょっと底面が真っ黒の中に、ここの若干ここの何て言うんでしょうね、茶色のまだらな部分が見えると思うんですけど、ここの部分が薄いコルクの板を貼ってます。なんで貼ってるかというと、セメンテッド製法は、まあ、グッドイヤーベルト製法ほどではないんですけれども、ここの部分にちょっとした隙間が生まれるので、そこの隙間ができたまま靴底を取り付けちゃうと、体重がかかった時にボコンとへこんでしまう要因になるので、まあ何でもいいんですけど、革の歯切れでも何でもいいんですけど、今回は薄いコルクの板を貼り付けて隙間を段消しをしています。ではミッドソールを貼り付けていきますね。こんな感じに今ミッドソールが貼れました。随分靴に比べて大きい、はみ出したミッドソールの周りを切ったり削ったり整えて、底縫い、セメテッド製法でオリジナルは作られてたんですけど、今回は真っ径製法で靴底を中底とともにアウトソール、ミッドソールですね、一緒に縫い付けてしまって剥がれないようにがっちりと固定する製法ですね、マッケ製法で仕上げていくので、縫いをかけていくっていうところまでやっていきたいと思います。はい、それではマッケイミシンで縫っていきたいと思います。マッケイミシンっていうのは、まあ、この形が特徴的なミシンなんですけど、伸びてきたアーム、これを靴、こうやって靴を突っ込んで、こことここでガシャンコガシャンガシャンと縫っていくんですよね。だから足は触れる面の中の靴底と、ここの地面に触れる方の靴底、今回はミッドソールまでだけどを縫っていくっていう製法。うちのマッケミシンちょっと調子が悪くて故障してるんですよね。送りっていう機能がちょっと調子悪くて、電動の本来ね電動のミシンなんですけど、手回しのミシンのようにこうやってぐるぐるとここの滑車を回して縫っています。まあ、それでもね、手なんかに比べると全然早いし役に立ってます。まあでもね、儲かったらね修理したいとずっと思ってるんですけど、なかなかそこまで資金が回らずにっていう感じで現状やってます。このさっき引いたライン上をここの針がぶっ刺して、この靴底を貫通して下から糸をすくい上げてきて縫うと、一体要領で一周ぐるっと縫ってきます。マッケイ縫いが終わったので、靴底がね、先ほどまで接着剤だけで固定されていた場合、ちょっとね大丈夫かな、取れないかなって不安だったんですけど、明らかに縫ってがっちり固定されました。
この後はこの製法の靴だと、もうアウトソール接着剤で貼って終了っていうところなんだけど、アウトソールの種類ですね。アウトソールの種類なんだけど、レッドウィンクと同じように当然この修理においてはね、いろいろソールの種類を選ぶことができます。新品を買うときはもう売られているものの中から選んでねなんですけど、修理のするときの利点としてはカスタムなんて言葉があるように、自分好みのソールを、まあ、ある程度ならね、むちゃくちゃ全然取り付けれもしないソールは無理なんですけど、ある程度の種類の中から選ぶことができます。まあ、人気のソールを3種類用意したので紹介したいと思います。このブランドストーンのソール交換、ソールカスタムで一番人気はまずこちらですね。最近だと一番人気はこちらのビブラム100っていうやつ、もうレッドウィングなんかのカスタムでももう定番的に使う鉄板のソールで、こういう感じの見た目になります。特徴としてはまず材質がゴムなのでとても丈夫で、減りにくくグリップ力が抜群、そしてここの溝が深いので登山とかね、アウトドアの荒れた路面のところでも大丈夫と。多少の雨でもね、水たまりの時でもこれぐらい水が深い厚いソールだとそのままね気にせず歩けちゃうってこともありますよね。で2番人気はこんな感じの、フラットなタイプのソール。これは黒色のものですけど、白だったりもあるし、ベージュ、茶色なんていうのもある。素材自体が EVA 製でクッション性があるので、オリジナルのブランドストーンオリジナルのソールも結構クッション性があるんですけど、それと似たような感じで軽さもありますね。これが2番人気で、まあ今回このソールを僕使います。このソールを使うメリットは、あのオリジナルの時の仕上がりに近い感じ。オリジナルもこういう感じ、完全にフラットっていうよりはちょこっとヒールが、そんな高くないヒールがあって、ちょっとだけビブラム100のようなボコボコがありつつも、こっちのフラットなソールみたいな素材、ちょっとゴム質を感じるスポンジなので、多少ね、このゴム、完全にゴムタイプよりは多少軽いクッション性もある。でもスリガムライトっていう、すり減り軽量で、すり減りにも強いタイプのソールだったと思います。こういう感じに取り付けられる。これでやっていきたいと思います。接着剤で取り付けやってきますね。接着剤を塗ってない段階で、だいたい貼る位置を目安をこんな感じでつけておきます。軽くね、あと目立たないように接着剤を塗っていきます。はい、それでは先ほど接着剤を塗ったソールと靴、接着していきたいと思います。位置を確かめながら仮接着して、体に乗せて、このビブラムマークが真ん中に来るように調整しながらね、貼っていきます。余分な部分をカッターで切ってしまって、この後グラインダーで削っていきたいと思います。
これまだ削りの途中なんだけど、今回ラバーのミッドソールの面とアウトソールでラバーのウェルトで削っただけでこれだけ断面が綺麗なので、基本的にこれはもう削り、まだ削り切れてないんですけど、綺麗に周りを削ってしまったら完成っていうところですね。なのでもう一気にこのまま削りが最後の仕上げになります。では続き、削っていって、もう次の場面では完成した場面になっているかと思いますので、引き続き作業していきたいと思います。はい、それでは今回の、ブランドストーンの靴底の修理完成しました。いつものように完成した動画撮ってますのでご覧ください。はい、こんな感じに仕上がって、だいぶオリジナルと近い雰囲気に仕上がったんじゃないかなと思っています。今回、途中、動画の途中でも紹介したんですけど、このオリジナルに近い見た目、履き心地のソールの他にも、もっとね、もっとワークブーツらしいラギッドな荒々しい雰囲気を出したビブラム100ソールでの仕上がりや、フラットな厚底ソールでの仕上がり、そちらのソールのタイプでのソール交換修理の受付も行っております。動画の中だけじゃなくてね、インスタグラムでも修理事例なんか紹介してますので、もしよかったらインスタグラムもチェックよろしくです。ではこんな感じで今回はオーストラリアのブーツブランド、ブランドストーンのソール交換修理、加水分解してしまったソールを交換修理したよ。これから季節は秋冬になってってワークブーツが活躍する季節になっていくと思うんだけど、ブーツや革靴の修理ぜひぜひおまかガジアにお任せください。愛知県の豊橋市と名古屋市でお店やってます。下の方の概要欄にねホームページだったり用意してますので、そちらから LINE もやってますので、お困りごとあったら LINE でお問い合わせください。最後になりましたけど、動画に高評価やチャンネル登録してない人、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦でした。